今これキャラクター4人揃ってるんですけども、はい、誰を先頭にして誰を最後尾にするかとかっていう序列によっても上から溜まっていきますので、はい、使いやすいキャラクターっていうのを、隊列の上の方にしておくというのが一つやり方としてはあるかもしれませんね。あ、そういう方多いですよね。あ、そうなんですね。いると思います。そうですね、妹2人は初めて使いますからね。そうですね、はい、今ストーリー的にはですね、この人たちはここに書いてあるゾンビパンティブパニティブフォースというですね、はい、ところに、仮に雇われている形になって、はいはい、世界中に、出現したですね、資料どもをですね、退治に行くというミッションを今受け負って、まあ、ここはどこでしょうね。ペルーの方にある遺跡っぽい感じがしますけど、はい、妹っぽい。なんか一番お姉ちゃんっぽい。このなんとなくこう中二的な展開たまらないですね。いや、いいですね、本当に。あ、今全員揃ってます。はい、これ今最初全員揃ってます。これで後でこのアルティメットコンビネーションというのもですね、はい、やっていただきたいと思います。今これ4人なんですけども、はい、ページがもうあと少ししかないので、これが終わると、プレイヤブルのキャラクター以外は、で、あやさんもちょっと削られてきましたね、タイプに、はい、今3分の2ぐらい。だから余裕を持って交代した方が回復するので、うん、後ろにいる間に、ね、一人のキャラクターでこのどん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 削られてしまうとですね、うん、最終的総合的には不利な戦いになってくる可能性がありますから、うんうん、でも、ある程度いったら強く、そうですね、クロスマージで呼び出せなくなっちゃいますからね、うん、そうですよね、死んでしまうと。チェーンソーの方がなかなか動作は遅いんですけど、はい、攻撃は強烈でいい感じですよね。やっぱだって今からゾンビを借りに行くんだけど、じゃあ私は刀私はチェーンソーってならないですよ。ならないですね。いや、それ武器じゃないしみたいな。出が遅いとやっぱり、あ、ただ切り替えればナックルなら全然早いですから。そうですね、リーチは短いですけど。そうですね、さきさんが今の使ってた女の子はですね、はい、お姉ちゃんバラ第1作ではラスボスだったんです。はい、元ラスボスという痛い女の子なんですけども、今はすっかり更生して若干痛いところもあるんですけどお姉ちゃんと一緒に行動を共にしているという、今チームボスクラスが登場しましたね。こんな時こそ4人で攻撃ですよ。お、どこでしたっけ。タッチパッド押し込みです。これですね。そうです。わー、すごい、みんな揃った。みんな揃って、この間にこのボスの、どこ行ったボスだ。今空中にいますね。これ降りてこい。ほらほら、死ぬ。あやさんが死ぬ、切り替えた方がいいです。空飛ぶなんてずるいな。
あ、でもだいぶ削りましたよ。そうですね、だいぶガシガシいってます。中ボスだけどなかなか硬いし強いですね。そうですね。あ、でもちょっと、あ、今来ました。これ、はい、そうですね、ボタン入力で、それ立ち場の下に伸びてます。そうです。そうです、ね。はい。はい。すごい。クイックタイムキルという戦闘システムなんですけども、ある程度敵にダメージを与えると、ああいった形でボタン入力出まして、入力成功すると、その後立ち場という。ですね、直感的な入力になります。うん、結構スタートしたね。もう飛べませんね、これ。飛べないですね。もうあんま動けなくなっちゃってなんかかわいいヘコヘコしてますけど、いや、とどめを刺してあげましょう。あ、もう刺しちゃいました。はい、あ、来ましたよ、でっかいやつ。でっかいの来ちゃった。目が4つある、よく見えそうですね。目が4つあるそこですかみんな行くぞ、うん、そうですね、こういうとこそ4人で総攻撃ですよ。でっかい、でっかい、さあ、頑張らないと。怖い怖い。あんまり削れてない。全然削れてないですね。削れてない。ちょっと。あかん。あ、ちなみにサーヤさんはもう少しで、はい、マックスになりましたので、これで変身も可能です。あ、で、あやさんというか、さきさんがあと少しで、はい、エクスタシーじゃないや、クロスマージゲージがいっぱいなので、はい、アイムレディがついたら、4人でしかもさきさんが変身した状態で。お、戦えばかなり強力な。あ、来た、来ましたよ。これで、変身するのは LR あのスティックの、はい、押し込みですね。で、これ、はい、でしかもクロスマーチ、これは結構今持てる戦力マックス状態で戦ってます。飛ばないで。あ、削れてる。体力がずるしよ。ああ、別にいいんじゃない。ズルじゃないです。いやいや。三分の一ぐらい削った。ちょいちょっと当たった。あ、来ました、入力が。やった、もげた。え、かわいいかわいい。嘘でしょ、かわいすぎる。まあ、あれでしょうね、これが本体だってやつです。かわいい。本体っぽい、本体すぎて、ね、なんかもういじめみたいになっちゃってますよ。さっきまで大きかったから。でもこれの方がリアルに怖くないですか。いや、確かにこれはちょっとこの状態でかわいい移動してきたらちょっと怖い。雑魚か。ちっちゃい割に。ちっちゃい割に痛くて怖い。来た。そうです。ですね。すごいすごい。 VVAV V がいいんですか。 V が一番ですね。あ、そうなんですね、すごいちっちゃくなっちゃって、はい、
ちっちゃくなった時も倒しました。はい、なんかちょっとなんかこう罪悪感感じながらZ ですから、Z ですから、情けは禁物です。わかりました。